ロータス E20、ロータス E20、ローチュス E20 は、ロータス F1 が2012年の F1 世界選手権、参戦用に開発した、フォーミューラ1カー。ロータスルノー GP 改めロータス F1 チームと、解消しての最初のマシン。ベネトン時代から、本拠地を置くイギリスのエンストーン、インストーンで20番目に作られた、シャシー、という意味で、E20 と命名された。 2012年2月5日、エンストンからインターネット中継で、新車発表を行った。前年乗るー R31 の特徴であった。前方廃棄は廃止され、新レギュレーションに見合う位置に廃棄管が設置された。廃棄が中央寄りに流れるタイプだったが、シーズン終盤の第16戦韓国 GP より流行のコアン田、エキゾーストを投入した。最初のタイプは、 ダウンホースの増加と引き換えに馬力を損失していたが、第19戦アメリカ GP よりアップグレード版を投入した。ノーズは新レギュレーション対応のステップドノーズとなったが、段差部分が目立たないように処理されている。扁平なノーズを採用するチームが多い中で、ロータスは細めのノーズを使用しており、第11戦ハンガリー GP ではノーズ画面が丸く膨らんだタイプを投入した。 カラーリングは R31 と同じく黒地に金のストライプ、往年の JPS カラー風であるが、家庭用品、メーカー大手のユニリーバがスポンサーとなり、同社のクリア、頭赤予防シャンプーやレセナ、デトラントのブランドロゴが描かれた。他にマイクロソフトとも契約し、マイクロソフトダイナミクスのロゴが追加された。開発中にはフロントサスペンションに、 車高調節システム、リアクティブライドハイトを採用する予定と報じられた。この装置は、減速時にブレーキキャリパーの動きを利用して、アップライトのプッシュロット接続部が伸びる。ブレーキング中のノーズダイブを防止するため、車高を低く設定することができ、ダウンホースの獲得にメリットがある。また、アクティブサスペンションのような電子制御ユニットではなく、受動型、バッシブかつ、 機械式ででああるるたた。め合法であると見られたロータスは FIA の確認を得ながら極秘に開発を続けており、この情報が伝わると他チームにも追随する動きが見られた。しかし、シーズン開幕前に FIA が見解を改め、可変空力装置の禁止規定に抵触すると判断したことで、システムの実践投入はできなくなった。 ロータスはマシンの空気抵抗を減らすことを目的として一種の空力デバイスである WDRS をドイツ GP からテストし始めた。このデバイスはメルセデスが2012年マシンに投入したフロントウィングで動作する WDRS からヒントを得たとされる。ただしロータスの WDRS はマシンのリアで動作し受動的なシステムである。概要としては インダクションポットの左右に一つずつ設けられた穴からラム圧を利用して空気を取り込み、それらをマシンの後方に高速で排出指定圧域を減らす、リアウィング周辺を伝う空気を失速させることによって、マシンの空気抵抗を減らすという仕組みである。詳細に説明すると、マシンに取り込まれた空気、ラム圧のみを利用して空気を取り込むため、この空気の量は、 マシンの車速によって変化するはマシン内のダクト中で、ラム圧、ベンチュリ効果などによって流速が上がり、そして二通りの経路でマシンのリアに排出される。一つ目の経路は、ロールフープのダクトを通じ、ビームウィングへと向けられる。そこから高速の空気を排出することによって、マシン周辺を伝う空気を引き寄せマシン後端を流れる空気の流速を上げる。二つ目は、 リアウィングのセンターピラーに設けられたダクトを通り、リアウィング内へ到達、そして、リアウィングから放出されビームウィング上部へと向けられている。いずれの経路を通った空気もマシン後方の低圧域を削減する働きがある。このような機能を持った WDRS であったが、結局レースでは一度も使用されなかった。高速サーキットで威力を発揮するとされていたため、当初はまず、ベルディ GP で、 実戦投入されるのではなかと見られていたが、フリー走行で、雨がフリー w DRS のテストを十分に行うことができなかった。そのためロータスはベルギーでの投入を見送った。次に、イタリア GP での投入が予想されたが結局ここでも使用されなかった。理由はそもそもモンツサ,サーキットでは、他のチームもドラッグを減らそうと、低ダウンホース仕様のセッティングをするめ、そこで、 WDRS を使用してもあまり意味がないからと予想された。WDRS は2013年シーズンでは禁止されることが8月の時点で分かっていたがロータスはそれでも後半戦に向けて努力続けていた。しかし実際には2013年シーズンではメルセデス方式の WDRS のみが非合法とされロータスが開発した受動的な WDRS は合法となった。その後も 実戦投入を目指し日本 GP のフリー走行などでテストされたが最終的にレースで使用されるまでには至らなかった。ドライバーは共に2009年以来の F1 復帰となるキミライコネンとロマングロージャン。2月のヘレステスト初日ライコネンがトップタイムを記録。バルセロナテスト初日にはフロントサスペンションアームの取り付け部分に不具合が発覚し残りの日程をキャンセルした。 それでも、最後のテストでもトップタイムを連発し、優勝を狙えるマシンと期待された。大混戦となったシーズン前半戦はたびたび、優勝候補に挙げられたが、あと一歩及ばないレースが続いた。E20 は、予選のパフォーマンスや低音時のペースダウンが課題だった。ライコネンは、パワーステアリングの感触に満足することができず、グロージャンは、予選の好結果を、 スタート直後の接触で不意にすることが多かった。終盤戦は表彰台圏外になることが増えたが、第18戦アブラビ GP ではライコネンが新生ロータス F1 にとっての初勝利を獲得した。ライコネンは中国 GP 以外のレースでポイントを獲得し続け、ドライバーズランキング3位となった。グロージャンも表彰台を3度獲得し速さは見せたものの、 決勝ではクラッシュが多く、イタリア GP では、前線ベルギー GP でのクラッシュの原因を作ったとし、出場停止となり、サードドライバーのジェローム・ダンブロシオがドライブした。コンストラクターズ部門は、レッドブル、フェラーリ、マクラーレンに次ぐ4位となった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。